キブリさんゴキブリさん、お部屋にシュシュッとするだけで愛知も予防もいたします。すごい、あーすごきシュシュすごいすごい。絶対に見たくないゴキブリ、私はプッシュでやっつける。お部屋の隅々まで行き渡り丸ごと退治。発生予防もすごい、あーすごきシュシュすごいすごい。CM 撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。2人は AKB の時代からとても長いお付き合いだと思うんですけれども、お二人だけでのテレビ CM って初ですね。初めてです。小島さんと3人とかはそれもないないよね。ないです。初めての、はい、そうなんですよ。結構グループ時代からダブル南なんて言われてたんですけど、全然一向にね CM はなかったよね、うん、なんか団体でチラッと一緒に映るかみたいな感じで、私からしたらやっぱり高見菜は神セブンでいつも在籍中背中を見ていたので、やっとここまで来たかと、ちょっと肩を並べることができたかと。そんなネガティブに捉えてたの？いや本当やっぱ AKB 神セブンとそれ以降のやっぱ壁は厚かったので、うん、今回2人で共演させていただくのすごく嬉しいです。いや嬉しいです本当に、はい、そんな念願のテレビ CM だったってところで、アースセアクさんからこのお話来た時にどう思われました？あでも本当に2人だと思ってすごい嬉しくて、やっぱり卒業してね一人でのこうお仕事が増えていたので、うん、なんか一人ってやっぱ寂しくない？うん、そうね、緊張もするし、うん、やっぱたくさんの方が CM は見るので、それ緊張感あるお仕事の一つだと思うんですけど、高見菜がいることでかなり安心感はありました。私も本当みーちゃんがいてめちゃくちゃ安心しました、はい、じゃあお互いがこう言ったことが結構嬉しかったです。よかったです、はい、本当にありがとうございます。じゃあ次の質問移らせていただきます。CM 内で酢すごいというワードが印象的だなというふうに思ったんですけど、最近お二人が酢すごいと思った出来事について教えてください。おどうです？私は最近、うん、あの西野美希ちゃんと極楽とんぼの山本さんの結婚式披露宴に参加させてもらったんですけど、うん、もうたくさんの芸人さんが出演されていて、で芸人さん余興みたいなのをこう次々とやってくださったんですよ。すごそう。みんなすごかったんですけど、特にやっぱ原口あきまささんの、あのメドレー、モノマネメドレーがすごくてやっぱ芸人さん芸に生きてる人のなんか凄まじさをなんか披露宴で感じました。すごい会合だね。すごかったです。テレビみたいでした。高橋さんは何かありますか？私はですね、これはみーちゃんも関わってくるんですけど、少し前になるんですけども、2023年の11月にノースリーブス、うん、ここ2人と小島春菜ちゃんと3人のユニットのライブをしたんですよ。15周年で久しぶりにライブしたのに、お客さんがめちゃくちゃ集まってくれたことに本当にすごいなと、精神力がすごいなと、応援し続けてくれる、ね、嬉しかったなと思いました。ありがとうございます。じゃあ次の質問移らせていただきます、はい、今度は高橋さん、峯岸さんだけが知ってるお互いの すごい一面を教えてください。いやまあないっぱいあるいっぱいあるよ。でもだけっていうとちょっと自信ないんですけど、うん、まあその去年一緒に活動したこともあり、やっぱり改めて高見菜のなんかなんていうんだろうな、声量、声の圧というか、声の圧、その高見菜が今昔の歌で言うとリバーとか AKB っていうだけでその場が、うん、なんかこううおっと盛り上がるというか、でライブ中もこう盛り上がってるかみたいなのを言ってくれるだけで、うん、なんかバッとなんか場が盛り上がるあの力っていうのは本当唯一無二だなと思って。いやなんか嬉しいんだけどさ、なんか歌がうまいね、ダンスがうまいねとかじゃなくて、盛り上がってますかって言ってるの聞いてすごい楽しんでくれて、盛り上げ上手みたいな盛り上げ上手ナンバーワン。そうなんだ。私はみーちゃんのやっぱりこう番組に対する、一緒に結構去年あの番組に出る機会があって、そのノースリーブスの活動で、うん、でバラエティとか出る時のなんかこだわりというか、なんかもうちょっとこういう風にしたらいいかなとかいうの結構楽屋でやってて、それこそね番組でさ、若林さんとして峰林さんとしてちょっと私たち質疑応答の練習してくれたりとか、結構そのこだわりがすごいなと思いました。ありがとうございます。じゃあ続いて質問を出させていただきます、はい、ゴキブリ以外で日常から駆除したいものと予防したいものをそれぞれ教えてください。私は食欲かな。うん、もうなんかずっと戦ってますね。高めな、そんな食べる？
めちゃくちゃ食べるの、すごい食べるし飲むのも好きだし、でもやっぱりこういうお仕事してるのでなるべくキープしたいじゃないですか、もうその食欲との戦い、ただ友達がクロちゃんだからクロちゃんが目の前で死ぬほど食べるんですよ。自分は食べてない感じするもんね、クロちゃんに比べたら。そうそう、なんかもっといってんじゃないかなみたいな風になっちゃって、ちょっとクロちゃんといる回数を減らさなきゃいけないかもしれない、ね、クロちゃんと絶交すればな、絶交しなきゃいけないそこまで。私は30歳ぐらいになってから抜け毛嘘だ、そえ、待って、増えない、ないない、嘘、お風呂入った時になんかやたらシャンプーしただけで結構毛が抜けるんですよ。悲しい悲しい。で、排水口が詰まる頻度が増えた気がして、本当にどうしたらいいんだろう。いやいや、一個差なんですよ、私の方が一個上なんですけど。抜けてない、そんな抜けないって。嘘、めっちゃ結構抜ける、洗っただけで。それが結構最近ちょっと心配だね。切実な悩みです。切実すぎる、はい、助けてくださいありがとうございます。続いてゴキブリについてなんですけど、はい、ゴキブリって自分で退治することできますでしょうか。また対策などしていましたら教えてください。ゴキブリできる？いやー、あのね、結構いろんな虫触れるんですよ、うん、バッタとかカブトムシとか全然いける、うん、でもゴキブリだけやっぱ無理で、あのなんか速度、無理だよね、あと飛ぶじゃない、うん、G って、うん、だから無理なんだよね。いける？いや、いけない。ゴキブリはいけないので、うん、やっぱりな、結婚してよかったなって思うことの一つに、その家に退治してくれる人がいるっていうのが結構大きくない？あ、じゃあ一応パートナーは倒せる人ね、うん、多分頑張ってくれると思う。まだ見たことないんだけど、うちの中では。恐ろしい。結構私の地元の八王子とかだとわけわかんないでかいのが。あ、そうね、田舎だとね。そう、茶羽のとんでもないでかいのがいて、もうだから親とかも倒すことにすごい慣れてるんだけど、確かに私もまだ最近出くわしてない。でも私たちにはこれが、これから心強い味方がいるので。ありがとうございます、はい、安心してます。ありがとうございます。じゃ次の質問を移らせていただきます。2人でもしルームシェアをするとしたらどんな感じにしたいですか。どんな感じって。でも過去振り返ると同じマンションの別の階っていうのはあるんですよ、うん、はい、同じマンションに住んでましたね。ね、でも一緒に、そんな想像できないな。なんかもしお互いここはちょっと任せたいとか、ああ、掃除できる？掃除できない。掃除はするわ。ありがとう。料理できる？料理もあんまりできない。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待って。私の負担多くない？まあ、料理でしょ、掃除でしょ。そう。洗濯できる？洗濯できるよ。じゃあお願いするでしょ。ちょっと待って。じゃあ、稼いできてもらっていいですか？頑張ります。外で働きに出ます。成り立ちそうです、はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問になるんですけど、はい、最後に視聴者の方に向けて一言お願いします。いや、やっぱりね、うん、ゴキブリは突然襲ってきます。やっぱりね備えあれば憂いなしですから。そう、ね、やっぱなんか今までのものって結構なんか置いておくタイプだったりとか、うん、なんか見るからにゴキブリ対策っていう感じのものが、ね、多かったと思うんですが、今回結構スタイリッシュでコンパクトなので、うん、どんな方にも手に取ってさっと退治しやすいものになっていると思うので、ぜひ一家に一台アースゴキ氏よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあせーの、アースゴキ一種数すごいあったあったこれ、ある、合ってる、正解です。高橋さん入られます。お願いし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 ます。いただきます。で、ちょっとこうしましょう。ちょっと行き過ぎました、ね。そのぐらいです。あ、みたいなことですね。で、はい。オッケー。あ、めっちゃ。はい。普通に笑顔を向きましょうか。はい。ちょっとコンパクトめなやつをいただける。はい。目力。目力いいな。中身めっちゃ入ってる。あ、これもいいですよ。ロックとオープンがちゃんとロック。お願いします。峯岸さん入られます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。峯岸さんです、はい、顔だけ真正面もいただいていいですか。あ、そうそうそう、はい、でさっきの笑顔をもう一回。あ、そうそうそう、もし体さっき、ちょっと手がかかったやつもください。そうです、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 そう
ありがとうございます。お母さん入られます。お願いし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 ます。で、手前に人物がビョンって立つので、ね、はい、っていう感じでやるんですけど、それで、最初に撮るカットは、はい、歌物じゃない方の、はい、だから歌わないで、キッチンで収録、だんだん切り替わりがまあこうやってかっこよくいったんですけど、はい、はい、よーい、はい、はい、カット、すみません、はい、よーい、はい、はい、カット、いけた。なんかいけたね。なんかいけました。最後、はい、ありがとうございます。じゃあ、よりいきますか。じゃあ、アップいきます。よーい、はい、ゴキブリさん、ゴキブリさん、お部屋にシュシュッとするだけで。最初ね、例えばなんか嬉しそうにこうちょっと湯気吹くぐらいの感じがあって、嬉しそうに持ってこうとしてって止まって、あ、そうですね、その時こう来たらフッて来てする、うん、またごめんなさい、こっちでした。もう一回いきます。まあ、はい、よーい、はい、ん、はい、カット、カット、はい、よーい、はい、はい、カット。最後、ポイントアップ下がっちゃった。また。はい、よーい。はい。はい、カット。カバン。はい、よーい。はい。はい、よーい。はい。はい、カット。はい、よーい、はい、はい、カット。あ、いいな、あの、ちょっと今動いちゃったから、リリ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 ボーステスト。テスト。最初カメラ見てなくていいです。はい。行きます。はい、よーい。はい。あ、せーのかな。せーの。もう一回言う、ね。はい、よーい。せーの。シュッ。おい。せーの。シュッ。はい、カット。素晴らしい。はい、距離が、あ、私が近いか。あ、手伸ばせる。あ、マジで、ちょっと合わせよう、はい、音。大丈夫よ、ご案内いたします。はい、カット、ありがとうございます。もう一回いきますね。はい、カット、はい、いきます。はい、よーい、はい、音。大丈夫よ、ご案内いたします。はい、カット、ありがとうございます。はい、ではテストします。はい、テスト。はい、音。ゴキブリさん、ゴキブリさん、お部屋にシュシュッとするだけで。はい、カット。オッケーです。じゃあ、撮りましょう。じゃあ、本番いきます。はい、本番。はい、まして。また。はい、いきます。はい、よーい。はい、音。ゴキブリさん、ゴキブリさん、お部屋にいい、結構揃ってますね、これ。もう二度とできない。二度とできない。でもまあワンテイクで終わるのもね、あれ。そうですね。はい、もう一回だけ。いいシングル。せーの。すごい。はい、カット。はい、また。はい、よーい。せーの。すごい。はい、カット。どうですか。いかがでしょう。
じゃあ最後カット順にいきますね。はい、はい、はい、してストップ、はい、よーい、はい、音。はい、カット。ありがとうございます。もう一回、最後のはなしでよくって、すぐにこういこうか。すごい、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 はいはい、音、ま、はい、よーい、はい、音。はい、カット、ありがとう、大丈夫、大丈夫、大丈夫、OK です。次、こっちの時に左側に、あ、そっちはいい、こっちか、はい、で、そのままもう一回右で、真ん中、はい、はい、あー、すごい、合ってた、違ってた、あ、そうか、最初とじゃあ、あ、すごい、一瞬、すごい、あ、いいと思います、あまり近くなくても大丈夫です、はい、はい、あ、すごい、一瞬、すごい、合ってた、あ、すごい、一瞬、すごい、モニターライブもらってもいいですか。じゃあこう組む、逆にお二人も組むだけにして、あ、こういう感じで、あ、あ、確認中か、そうじゃない方がいい、ちょっと待ってください、逆もやってみよう、あ、逆の方がいい、はい、数はして、わかりました、大丈夫そうですか、はい、じゃあ行きます、はい、音、いけた気がするんだけど、大丈夫だと思う、何点ぐらい、70点ぐらいじゃん、 なんかためらい、お互いのためらいがあったよ、なんか、じゃあもう一回やろう、はい、あー、あそこ禁止せんすごい、完璧、完璧な気がする、105点、うわ、いった、いったね、はい、あー、あそこ禁止せんすごい、できちゃって、イエーイ、はい、皆さんどうでしょうか、陽気、あ、いいと思います、浮かれてる、浮かれた30代、浮かれた30代にもなって浮かれて、はい、OK でございます、ありがとうございます、ムービーの撮影終了になります、イエーイ、でした、ありがとうございました、撮影ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、かわいい、ありがとうございます、かわいい、めっちゃかわいい、色がすごいかわいい、お疲れ様でした、かわいい、はい、はい、じゃあ、計5つ、はい、はい、ゴキブリさん、ゴキブリさん、お部屋にシュシュッとするだけで、長かった私は、ハイジンを予防もいたします、あー、すごきシュス、すごい、す、すごい、素晴らしい、念のため、はい、はい、はい、焼きます、ゴキブリさん、ゴキブリさん、お部屋にシュシュッとするだけで、本日の撮影以上になります、ありがとうございました。